の邪魔をするな。吸引速度が倍増した。テレポートが間に合わない。まずはお前を始末し海軍を奪うとしよう。エスカノール、すまない。我は己の心に従ったまで。モーリン、私まで巻き込む気か。オミノス・ネビュラの正体がこれほどシンプルで凶悪極まりないものだとは。奴には視覚も聴覚も気配すら関係ない。極限の集中状態で闇を高速で回転させ、渦を生み出し周囲の生物を猛烈に引き寄せる。そしてその間合いに入るあらゆるものを脊髄反射による回避不可能な神速の斬撃で切り散らすのだ。言うなればフルリアクト。残るはお前たちだ。1分だけ耐えてくれ。よし、私も二度とヘマをすまん。なあ、オミナスネビラに影響を受けることなく己の意志で歩いているだと。化け物か。あの魔力、まさか。メリオダスといい、エスタロッサといい、貴様ら兄弟はよほど我に打ちのめされたいらしいな。時は満ちた。くっ、メリオダスを倒した。それが本当だとすれば本気のメリオダスではなかったということだ。奴は強すぎるがゆえにいかなる強敵をも侮ってかかる悪い癖があった。まあ自業自得だろうが、しかしこの俺は奴とは違う。相手が獅子だろうがハムシだろうが全力で仕留める。へえ、我らうおっ、あの状態のエスカノールの攻撃をも弾き返すか。ありえん、かすり傷一つ負っていない。武器を捨てて命乞いをする気ではなさそうだな。さあ、聖剣エスカノール、どうだと。人間ごときになぜここまでの力が。間違いない、あれは恩敵四大天使マエルの恩寵太陽。最高神が女神族に与えし力だが、あれは人間だ。おそらくは死んだマエルから剥がれた恩寵が長き時を経てあやつの体に宿ったのだ。ということは、分からんな。これは魔人族と女神族との長きに及ぶ因縁の争い。人間である貴様が己の命を懸け戦う理由とは何だ。全ては友のため。エスカノール、あの冷酷非情のメリオダスを友だと。正直、そんな生っちょろい感情など持ち合わせる男ではない。マーイを潰したゼルドリ様、これは
オミノス・ネビュラの強制解除に成功したな。逃がさ、戦争エスカノール。ジェルドリー様、貫け。君を救い出す。それまで待っててくれ。ゲルザー。